今日の県内は猛暑日に迫る暑さとなるところがあり、熱中症に警戒が必要です。今日の県内は雲が広がりやすいものの、晴れ間が出る時間があり、暖かい空気が流れ込むため、各地で気温が上昇する見込みです。予想最高気温は山形で3。4°c と猛暑日一歩手前の暑さに。また！ 米沢33度、酒田と新庄で31度と各地で真夏日となり、場所によっては今年一番の暑さとなる可能性があります。こまめに水分や塩分を取ったり、冷房を適切に使ったりするなど、熱中症対策が必要です。